皆さんこんにちは。演歌歌手の香西かおりさんは意外にも高校時代はヤンキーだったという話があります。どのような学生時代を送ったのでしょうか。そこで学歴情報を探るとともに学生時代のエピソードや若い頃の可愛らしい姿なども調べてみたいと思います。まずは香西かおりさんのプロフィールを見ていきましょう。香西かおりさんは1963年8月28日生まれ、大阪府大阪市の出身です。ここからは香西かおりさんの出身校の偏差値や学生時代のエピソードなどをご紹介していきます。出身高校は大阪府にある東商業高校で偏差値54です。名称は現在大阪ビジネスフロンティア高校に変更されています。この高校は1920年開校の私立の商業高校でした。ただし2012年に同じ私立の天王寺商業高校と市岡商業高校と統合されて現在は大阪ビジネスフロンティア高校になっています。また現在は商業高校が見直されて偏差値は上昇していますが、香西かおりさんが在籍した当時は現在ほどのレベルではありませんでした。香西かおりさんは高校時代は帰宅部で部活動などは行っていませんでした。また幼少期から行っている民謡は高校時代も習っていました。当時は民謡歌手になることが夢だったそうです。現在の歌の基礎は幼少期から培われたものであることがわかります。ただ意外にも香西かおりさんは高校時代はヤンキーでした。かつて出演したバラエティ番組スタードッキリマル秘報告でも高校時代はヤンキーであったことを明らかにしています。なお高校時代は菓子店でアルバイトをしていたそうです。同校の主な卒業生に漫才師の青柴フックキックさんがいます。香西かおりさんは高校卒業後は大学などに進学せずに太陽神戸銀行に就職しています。ただし歌手の夢が諦めきれなかったことから後に退校しています。民謡歌手としての活躍を優先し半年で退職しました。その後パン屋さんやスパゲッティ屋でバイトしながらの極貧生活をする時期があったそうです。その甲斐あってこれまでの輝かしい活躍につながったのです。その後は上京して演歌歌手を目指しています。25歳だった1988年に雨酒場でデビューしますが、曲はいきなりヒットして日本レコード大賞新人賞を受賞しています。同曲で同年末の第30回日本レコード大賞など各新人賞を獲得し、翌1989年から1990年にかけてロングセラーとなりました。さらに1991年にははぐれそうがヒットして、この年に第42回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。第24回日本有線大賞なども受賞しています。1993年、無言坂が初めてオリコンチャートで週間10位を記録。同曲で同年末の第35回日本レコード大賞を受賞しました。同曲は久世照彦さんがペンネーム市川睦月の名義で詞を提供し、玉置浩二さんが作曲を担当しました。それまで香西かおりさんが発売した演歌色のない楽曲であるのが特徴です。久世照彦さんの出身地富山県富山市の坂をモチーフとした楽曲です。当初あー人恋しいが A 面曲として予定されていました。しかし無言坂の歌詞はレコーディング前夜にようやく完成し、当日にスタジオにファックスで送られ、それから30分でレコーディングが完了し表題曲となったという逸話があります。 NHK 紅白歌合戦では1993年、2000年、2003年、2005年、2007年と計5回歌われており、香西かおりさんを代表する一曲となっています。2005年12月29日放送のあなたが選ぶ思い出の紅白、感動の紅白内で香西かおりさんは本曲は今の一押しの歌と語っていました。 2012FNS 歌謡祭では香西かおりさんと玉置浩二さんとのデュエットが実現しました。演歌歌手としての認知度が高いのですが、他ポップスから民謡歌謡曲までと幅広くこなす歌手でもあります。またポップス歌謡をシングルとして発売するときは着物姿でなく洋服姿でジャケット写真を撮り、香西かおりさん本人の作詞による発表のものが多いのが特徴です。
以降も数々のヒット曲をリリースして人気演歌歌手になっていきました。また美人歌手としても知られており、数々のバラエティ番組にも起用されるようになります。香西かおりさんのその他の学歴を調べてみました。香西かおりさんの出身中学校は地元大阪市内の公立校のようですが、校名などの詳細は不明です。さらに遡って小学校時代を見てみます。香西かおりさんの出身小学校は地元大阪市内の公立校のようですが、校名などの詳細は不明です。小学校時代は人見知りでしたが、中学生になると明るい性格になっていったそうです。香西かおりさんは小学校時代から数々の民謡大会に出場していました。小学校6年生の時には産経民謡大賞で初めて入賞しています。中学時代も3年間にわたって民謡を習っていました。本名の香西かおり名義でレコードを出したこともありました。中学1年生だった1976年に産経民謡大賞で準優勝しています。家族構成は両親と兄の4人家族です。香西かおりさんは幼い頃から民謡を習っています。また子供の頃から日舞も習っていました。以上が香西かおりさんの学歴と学生時代のエピソードのまとめです。演歌歌手としてデビューするといきなり楽曲がヒットして人気演歌歌手になっていきますが、幼少期からの積み重ねがそのような活躍の基礎になっていたことがわかります。またトーク力もあることから若い頃は数々のバラエティ番組にも出演していました。1988年アメ酒場でデビューし、レコード大賞新人賞を受賞したのはまだ香西かおりさんが25歳の頃でした。香西かおりさんの年齢ですが、生年月日が1963年8月28日ですので、間もなく還暦を迎えます。香西かおりさんは36歳で結婚して8年目で離婚しています。ということで1999年頃に結婚したようです。お相手はラテンパーカッション奏者として活躍の斉藤恵さんです。香西かおりさんのバックバンドとして斉藤恵さんが参加していたことが出会いの始まりきっかけだったそうです。結婚生活はわずか2年ほどと調べてみると判明しますが、インタビュー記事では実質8年と書かれています。同居していた時期が2年ほどであったということなのでしょう。旦那様は香西かおりさんに家庭に入ってほしかったようですが、香西かおりさんはお仕事を続けたかったという価値観の違いが離婚理由になったと言われています。香西かおりさんがその後再婚することはありませんでした。東京都の世田谷区三軒茶屋界隈に10年以上住んでいましたが、母親が認知症となってしまったため実家のある大阪に戻って母親の介護していた時期もありました。香西かおりさんの母親は2017年に他界され、現在父親と2人暮らしをされているという話です。お子さんはいらっしゃるのでしょうか。調べたところ、香西かおりさんにはお子さんはいらっしゃらないようです。香西かおりさんの活躍を見てみると、お仕事がとても忙しかったからかもしれません。しかしながら香西かおりさんの歌に憧れて歌手になった後輩も多いことでしょう。次世代の歌手を育成するという点ではしっかりと役割を果たしていることは明白です。香西かおりさんは現在病気などにかかっているのでしょうか。香西かおりさんは過去1999年に盲腸で緊急入院したことはありますが、現在特に大きな病気にはかかっていないようです。なぜ病気という関連ワードが見られるのかというと、2019年の9月に同じく演歌歌手の永山瑤子さんが乳がんのため病気療養することになりました。このため永山瑤子さんの出演が決まっていたコンサートの代役として香西かおりさんや細川たかしさん、藤あや子さんなどが登場しています。他にも香西かおりさんはハンセン病に関する理解を高めるための活動をされています。そういった活動から曲解されて病気にかかっているのではないかという憶測が飛び交うようになったのでしょう。今後も健康第一で活躍を続けてほしいところです。いかがだったでしょうか。今回は香西かおりさんの意外な過去や近況について見ていきました。どの程度の不良だったのかは分かりませんが、テレビで自身のヤンキー時代について語るということからも良き思い出として残っているのでしょう。また
幼少期からの積み重ねで今の活躍があることが分かりました。この真面目な取り組みと後年のヤンキー時代の話とがなかなかミスマッチでとても興味深いです。これからも香西かおりさんの活躍は続いていくことでしょう。今後の動向に注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。